カーナベルがやばすぎる。俺は職業カードゲーマー、29歳独身、しかもオタク。ひょんなことからカーナベルとかいう最高にロックな会社にスポンサーとされ脱サラして今に至る。そんな最高にロックなカーナベルが求人をバグレベルの勢いで募集していたので、しゃあねえな、ちょっくら宣伝させていただきます。カーナベルのここがやばい。休み時間にデュエルマスターズしている。趣味でカード触って、仕事でカード触って、休み時間もカード触ったら、いつ休むね。逆にブラック企業か。俺らカードゲーマーがいっちゃん人と仲良くなれる最強のアイテム、それはカードゲームなんだよな。レベルも様々で、カジュアル、ガチ、大型大会上位入賞レベルのゴチゴチのやつまで。ちなみに大型大会にはみんなでガソリン代割り勘して車で行くこともあるらしい。カードゲーマー理想の社会人生活。しゃあねえな。一応俺も仲間になってやるかって人は概要欄から。あとこのシリーズ最後まで見てくれた方限定でスペシャルなお知らせもあるので、明日も見てくれよな。